ここから、回答に入っていきましょう。まずはじめにですね、今回使っていく、正規分布の、下方性ですね、これに関しまして簡単におさらいをしていこうと思っております。正規分布の下方性が何かというとですね、例えば、標本をですね取った場合に対して一つ目の標本がですねどの母集団から取ったかというと、こんな母集団とします。 μ1 とあとは σ1 の2乗、そして2つ目の標本ですね、それがどこから取ったかというと μ2σ2 の2乗という、正規分布からですね標本を1つ取ったとします。サンプルを1つ取りました。でそうするとですね、この2つを足した、標本2つを足したデータ、2つを足したデータがですねどのような正規分布に従うのかというとですね、それはこの2つを足したものですね。なのでシンプルに、μ1 プラスμ2、 そして σ1 2乗プラス σ2 の2乗ですね、この正規分布に従うということをですね、学んできました。ですので今回ですね、この正規分布の下方性をですね活用していこうと思います。で今ですね、もともとみかんがあって箱にみかんが入ってるんですが、この箱から取り出したみかんの母集団ですね、これはですね、標準偏差は5と分かっています。でその一方で、平均ですね、平均の値は分かっていません。でその箱から一回ずつですね取りましたので、1回目に関しましては当たり前ですが、μ、そして σ、まあ、これは 5になりますが σ2 乗ですね。で2個目ですね、これも同じ母集団から取っていますので同じになります。ですので2つですね標本取ったものがですねどの正規分布に従うのかというと、2μ、そして、2、修正します、2μ、そして、2σ2 乗ですね、この正規分布に従うということができます。まあ、なので、このですね、データ、このデータというかですね、この2つを足したものがどの平均、どの標準偏差になるのかというとですね、まず平均に関しましてはそのままですね、2μ になるんですが、標準偏差ですね、これに関しましては、√2σ2 乗になるというところを意識しておきましょう。ここはですね、一つ目のポイントとなります。で、このポイントを踏まえた上でですね、次のところからもう少しですね、細かいところの、分析に入っていこうと思います。